はい、皆さんこんにちは。サウンドナインチャンネルのてんちゃんです。今日は、商品紹介です。ドン、こちら。はい、どうですかね。ギブソン USA の SG スタンダードになります。はい、こちらですね。特徴としましては、マホガニボディにマホガニネックで、ローズ芝で、このバインディングが特徴的ですね。で、このモデルは2013年製になるんですけれども、ギブソンの2013年製といえばですね、このヘッド裏にオートチューンがついた、こう勝手にジャーンってやっただけで自動でチューニングをしてくれる機械がついた年代になりますね。で、このモデルは本来ついてたものになるんですけれども、まあ、使いづらいわっていうのと、あとヘッド落ちがこうやってしちゃうっていうので取り外されて、今ね、こうロックペグがついてます。ここですね、ロックペグついてますね。はい、でもまあヘッド落ちも解消されるし、こっちの方がいいかなと思います。で、2013年製の特徴としては、もう一つ、このピックガードが、ラージピックガードからスモールピックガードになった年らしいです。はい。こういう感じでですね、こっちがラージピックガードの仕様になります。これはですね、ギャランっていう国産ヴィンテージなんですけど、まあ、ギブソンじゃないんですけど、まあ、こういうのがラージピックガードって言って、こういうスモールピックガードになった年ですね。はい。スモールピックガードの方がね、なんかちょっとスマートな感じがしてね、僕個人的に好きなんですけど、はい。と、あとはまあ、ここですね。このピックアップが、2013年ですが、57クラシックが乗ってます。みんな大好き57クラシックですね。はい。が乗ってますと。で、この個体は、なんかね、ちょっと軽いです。はい。この個体はですね、ちょっと持った感じ軽いんですけど、2.6 キロ。すごい軽量です。もうなんか片手でも全然振り回しちゃうぐらいの、軽量さになってます。まあ、SG はね、こうボディも薄いので、まあ、軽いんですけどね。はい、そんな感じになってます。で、気になるところ、もう一点。ここ、ナット幅ですよね。ナット幅がですね、43ミリ、ワイドナットです。はい、皆さん大好き、ワイドナットですね。60年代前半までの、ナット幅になりますね。はい。で、まあ、握った感じはですね、ワイドナットながらにして、まあ、背中もですね、こう、緩い C シェイプなんで、結構握りやすい感じです。で、ボリュートはなしですね。はい。こんな感じの仕様になってます。じゃ、ちょっとね、音も軽く出していきましょうか。SG、マホガニーの感じですね。これフロント。いい音が出てますね。はい。で、まあ見た目もですね、見た目というか
傷もね、2013年製にしてはね、ほぼほぼないんですよ。なんか小傷とかはちょいちょいあるんですけど、結構深い打痕とかないですし、まあ、あと気になるところで言えば、このヘッドに多分このチューナーをつけたようなちょっていう跡があるんですけど、もうフレットもすごい残ってますし、まだまだ使える、全然いい1本かなと思います。ネックの塗装もね、全然綺麗です。はい、こんな感じでおすすめ1本でした。はい、こちらですね、気になる方はですね、サウンドナインの一宮店に在庫ございますので、どしどし、お問い合わせください。はい、この動画いいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。また他にもですね、商品紹介動画だったりリクラ動画ありますので、そちらもご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。